私はタザトから引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私とミナトは一緒のクラスになった。私から見たミナトの第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね、里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど、私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげえ強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、ミナトを見くびってた。ある事件が起こるまではね。하지만그는쩌는인자라는거죠。私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、ミナトが唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時のミナトはとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何よりミナトを大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。ああ、感動的な嫉妬バトル。なんだろう、安心する。それにすっげえ嬉しい。こいつ、力があふれる。今ならいける。俺が勝つ。戦闘開始。飛べる。今よ、やっちゃいなさい。이제잡아놓고펼수있어。맞아、진짜빨리때려。피가너무많이날아서 A 급도맞기힘들겠다。
Y를 사용하라. 아, 종이 가서 기억이 안 나. 오! 안 맞은 것 같은데? 안 맞았어, 안 맞았어. 뭔가 통과됐는데? 운이 좋았어, 안 맞았어. 아우 마무리 못했어. 아니 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 한 줄 더 있어. 한 줄 마무리 못했다. 어 와이 와이 와이. 미 피 안 차나? 아하, 이걸 쓸 수 있구나. 안녕하세요, 선녀님. 안녕하세요. 먹지 뭐. 어? 잡을 타이밍이다. 와이! 오케이. 이 연타 B인가 또? 모르지. B! 쭉. 와이와이비 끝내자. 끝내야 돼. 됐다. 때리자. 미친애 이제. 한번 시나프스네. 어? 저거 액션이다. 에? 아! 틀렸다! 아 어, 맞았어. 아 이거 버튼 액션 너무 싫어. 기! 오! XB! XB! BBBBB! 오! 왼쪽 왼쪽 왼쪽. 방향은 괜찮아. 어렵지 않아. 내가 버튼이 헷갈려. 특히 LB. A. 아 틀렸다. 못 눌렀어. 돌려 돌려. B. 오케이. 여기 세 개는 만들었네. 오호. 씨. 자, 여기서부터 어려워, 솔직히. 굿. 사스케.
이 부분 딱 끝나면 9시 되겠네요. 그러면은 마크 시참 준비하죠 뭐. その真相を言っておくわ。16年前の真相。私はあなたの前任の人中力。まずはそこからね。キュービの人中力だった母ちゃんが。そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた。それに器ってどういうことだよ。渦潮枕は封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも、私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか。そうよ。だよそれ、なんなんだよそれは。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻ミト様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。うん。もうナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前にこの葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ。父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、ミナとは力が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで。その面の男、そいつはなぜだかは分からないけど知ってたの。何を。人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、
封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日私は三代目様の命のもと里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュウリが出てきてしまった場合のことを考えての処置。ミナトも出産には立ち会ってくれることになって準備は着々と進んでいったわ。あで出産に関しては極秘事項。こんにちは、タントン님、こんにちは。こんにちは。あ、눈물을잃뻔했어。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。이부분이진짜나로서최고의부분이라서사실それとコノハの門に迎えの忍びがいるからちゃんと連れてきてもらうようにね。あとはミナト、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。本当いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。わかったよ。それじゃあ先に行ってるから後で結界の中で会おう。まったく、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど。이부분은만화책으로한번보고애니메이션을한번보고게임으로또한번봐야되는그런부분이었어요。아이르네최고의부분이지。